カッパエビセン。カッパエビセンは、カルビーが製造している小麦粉とエビを主原料とする、スナック菓子である。日本を代表する、お菓子のロングセラー。1955年に発売された、スナック菓子、カッパーラレに由来する、漫画家の清水ンの代表作、カッパ天国のキャラクターのカッパをパッケージに、起用しためにこの名称となった。カッパーラレの27番目の派生商品として、 1964年に、はかり売り用一斗缶入りで、カッパエビ線を日本国内で発売開始。一斗缶入りでは湿気を吸いやすかったため売り上げはかんばしくなかったが、湿気を防ぐため袋入りにしたところ、人気商品となった。原料として使用されている小エビは当初は瀬戸内海産だったが、現在はグリーンランド近海、中国、 日本産の赤エビ、サルエビ、キシエビ、北国赤エビの4種類で、製造時の漁獲量によって、種類ごとの割合が変化する。なおパッケージに描かれているエビは、一般的なエビのイメージをもとに、デザインされたもので、特に種の特定はされず、相性もつけられていない。カルビー創業者の松尾隆は、エビの天ぷらが好物で、少年の頃は、 生まれ故郷の広島市内の川で取ったエビをかき揚げにして食べていた。これが中にエビを入れる発想の原点である。太平洋戦争後の食糧難の時代、甲は健康にいい、栄養のあるお菓子を作るをモットーに生果業を営んでいたが1953年に倒産、1955年カルビー生果として再スタートした。 経営再建を目指していた中で当時配給制で値段が高かった米に代わりアメリカから大量に輸入されていた小麦に着目し日本で初めて小麦粉を使ってあられを作り水飴でコーティングし甘く仕上げ1955年カッパあられとして発売したその後も研究を重ね様々な小麦あられを発売したものの思うようには売れなかった これら小麦あられシリーズを考えていく中で、こうは、瀬戸内海の海辺で、小エビが干してあるのを見て、鮮度の良い生エビを丸ごと使えば風味が良く健康にも良いはずと入れる、ことを思いつき、味大小に初めて入れる。そして、1964年、カッパあられ味大小とカッパの一番槍の特徴を合わせた、小麦あられシリーズ27番目の最後の商品として、カッパエビ船が誕生した。 カッパエビセンも他の小麦あられシリーズと同様に当初は売れなかった。河野三男でカルビー第三代社長である松尾正彦は本格的に売れ始めたのが1966年と証言している。また、1965年には同社で最も売れる商品になっていたという。一方、読売新聞1998年10月11日。 大阪長官33面によると、1968年に、口述のキャッチコピーを使った CM を流すまでは、他の小麦あられと比べても特に売れる商品ではなかったという。当時地方のベンチャー企業だったカルビー製菓にとって販路拡大が問題となった。1967年8月、こうは海外で話題になれば、東京の流通も動かせるだろうと、 アメリカ合衆国で開かれた国際菓子博覧に出品する。1970年、同社はアメリカ合衆国に進出し、カッパエビセンの現地生産を開始2008年時点でカッパエビセンは同国の他中国、タイ王国などで製造、販売が行われている。1969年のテレビ CM で登場した やめられない、止まらないというキャッチコピーが当たり、カッパエビセンはカルビー製菓の売上高を急激に押し上げる人気商品となった。ちなみに、かつて日本プロ野球のコーチを務めていた山内和弘は選手に一度教え始めると徹底的に教えるという指導方法で有名だったため、このキャッチコピーにちなんでカッパエビセンに呼ばれていた。 2014年に発売開始1 0周年を迎えた。同年6月、カッパエビセンの原点となるカッパあられシリーズのうち味王賞とカッパの一番槍の2商品が期間限定で復刻販売された。2015年カルビー広島工場近くに夢タウン二重菓子が開店しこの中に日本で初めてとなるカッパエビセン専門店スナックキッチンマイカルビーを オープン、出来立てのカッパエビせんや、紅術のカッパエビせんた会、匠くを販売している。2016年1月、受験シーズンに合わせる形で受験生、応援企画商品として、カッパエビせんのパッケージで、限定販売された。1986年からシリーズ展開を開始し、通常の塩味以外にもフレンチサラダ味、ごま油風味、エビチリソース味、 サクサクチーズ味、おつまみエビ、ピリピリマヨネーズ味、ローストガーリック味、新一味醤油味、松茸風味、韓国海苔味、香港バーベキュー味、タイスパイシーヤンミー味、タイトムヤム味、キ州の梅焼き海苔風味、本わさび味、辛口たまり醤油味、粗挽きエビセン、柚子胡椒味、お茶漬け海苔味、長谷園との共同開発、と昆布味、中野物産のと昆布とのコラボ。 ご飯ですよ味、桃屋のりつくだにとのコラボ、泥ソース味、オリバーソースとのコラボなど数多くのフレーバーが発売された。2007年の9月下旬からは、ネット投票で再発売の要望が多かった2種類、青じそ風味、じんわり唐辛子について、期間、数量限定で再発売する。2003年からは、幼児向けに油を使用せず、塩分を半分に減らした。 一か彼のカッパエビセンが発売されている。このほか、発売地域に合わせた地域限定品のカッパエビセン、例、関西泥ソース味、九州甘口醤油味も存在する。なお最高級のカッパエビセンは、カッパエビセン匠会、匠という商品名で、年数回、通信販売限定で発売されている。カッパエビセンの原点である。 瀬戸内海産のエビをふんだんに練り込み、調味料として、模塩を使ったもので、広島工場で限定製造されている。海外では、中華人民共和国本土と香港で、エビ上、普通話、関東5ヘクタール1中4の名で販売され、おなじみの商品となっており、関東省諏訪東市に、香港企業と合弁の工場も建てられた。一般名詞的な命名のためか、 中国、台湾などで作られた同じ名前のコピー商品も数多く出回っている。日本では天狗製菓がエビテンスナックという原材料や形状が類似した製品を販売している。韓国ではセウッカン、エビセン、オノイというパッケージまでそっくりのコピー商品がある。農診が1971年12月に韓国で販売開始したもので、 日本の一部の韓国食材店でも販売されている。味は、カッパエビセンよりやや薄口だが似ている。カルビーがパッケージに、カルシウム入りや、ノンフライの表示を、青色の濃淡の楕円型などで示せするとそれに、合わせて、よく似たデザインを追加するなどの徹底ぶりである。2000年には、唐辛子味の、メウンセウカン、辛い、エビセンの胃が発売された。 中国にも工場があり生産販売されているが、2008年3月17日に、ノレバン生育館、カラオケ、パーティー用のエビセンの胃に、ネズミの頭が混入しているのが発見され、製品を回収する事件があり、中国の工場で混入したとみられている。その際日本で輸入業者経由の商品が一時輸入停止状態になった。また、タイには、フレンドシップ社の花見、 フィリピンにはリウェイウェイホールディングスのオイシという商品がそれぞれ存在する。いずれも日本のカッパエビセンのパッケージに類似しており、両国でそれぞれ販売、一般化している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。